ウィリアム・ボンドは月の表側にある巨大なクレーターであり、月の北部に位置する。ハーバード大学天文台の初代大長であるアメリカの天文学者、ウィリアム・クランチ・ボンドにちなんで名付けられた。ウィリアム・ボンドは歪な形状をしており、その大きさから壁平原と呼ばれている。ウィリアム・ボンドは氷の海のすぐ北に位置し、ウィリアム・ボンドの西にはバーミンガムが ウィリアム・ボンドの北北東にはバローが位置している。ウィリアム・ボンドの北西の周壁のすぐ外側にはエピゲネスが位置している。ウィリアム・ボンドの南西にはティマイオスがあり、ウィリアム・ボンドと氷の海はティマイオスによって隔てられている。ウィリアム・ボンドの周壁は隕石の衝突などによって風化しており、特徴のない丘陵に変形している。直線的な形状をしている北西の周壁が、 特徴であり、ウィリアム・ボンドの西北西の周壁には、従属クレーターである、ウィリアム・ボンド A が位置している。南西の周壁は、他の箇所に比べてはっきりとしているが、凹凸の激しい不規則な形状をしている。ウィリアム・ボンドの底は平坦に近いが、北の周壁付近は、起伏が激しい。ウィリアム・ボンドの中心付近から、東の周壁にかけては、狭い谷が走っている。 南東部に位置している、ウィリアム・ボンド・ B は、湾形の綺麗な円形をしている。ウィリアム・ボンド・ B よりもやや小さいウィリアム・ボンド・ C は、ウィリアム・ボンド・ B のすぐ北東に位置している。ウィリアム・ボンドはかつて、ウィリアム・クランチ・ボンドという名称であった。ウィリアム・ボンドのごく近くにある、小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。